こんにちは。今回は2024年度南山中女子部の入試問題解説です。問題の内容を確認しておきますね。図のように三角形 ABC の辺 AB の真ん中の点を D とします。 A から辺 BC に垂直に直線を引き、交わった点を E とします。この時 AE と AD の長さが等しくなりました。この図で各 R の大きさ、ここですね、この大きさを求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。この図で見てすぐに角度がわかるところですね。ここが15度でここが45度になっています。ここの角度が135度足して150度なんで、ここの角度30度ですね。さらにこの30度とここの90度からここの角度、ここが60度っていうことがわかります。さあここから等しい辺の長さ利用していきます。こことここの長さが等しいですから、こことここを結びます。こことここを結ぶと、図がちょっと正確でないんで、ここの形歪んでますけれども、こことここの長さが等しくて、ここ60度なんで、これ正三角形になりますね。これ正三角形っていうことから、この辺とこの辺とこの辺ですね。ここの長さが同じになります。さらに、これ正三角形っていうことから、ここ45度なんで、ここ15度ですね。15度ってありましたよね。ここにあります。ここ15度、ここ15度だから、この三角形、二等辺三角形になっているんで、この辺とこの辺の長さ、これも同じです。もうほぼ出てきましたね。ここにできた三角形、ここの角度が90度で、こことここの長さが等しいですから、これ直角二等辺三角形ですね。ここの角度45度です。だからあの角度、45度から15度引いて、答え30度。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。